大きな音を立てながら勢いよく立ち上っているのは北海道遺産にも認定されている間欠です。1924年5月温泉の掘り出す過程で偶然発見されてから100年を迎え 紛失港がある道の駅鹿部間欠泉公園には関係者らが集まり、記念式典が行われました。会場には周辺自治体のご当地、キャラなども登場し、来場者と触れ合ったほか噴火湾でとれたホタテの違いをふんだんに使った味噌汁が振る。舞われるなど、お祝いムードを盛り上げました。